ね、ボーカルの声が。そうかな。じゃあ次は、クリスマスの格好してるけど、クリスマスの歌を歌うの、歌う？誰も待ってないと思うよ。Holy night, holy shit night, holy shit night, holy並びたことに。終わりなの？あ、分かった、そうです。ジングルベル、ジングルベル、玉が鳴る、今日も楽しいクリスマス、イエーイ。終わり、終わり、すぐ終わる、短いです。すぐ終わるの？え、ちょっと用途だって分かってます？え、ちゃんと後で拾ってね。分かった。荒野の果てに夕日は落ちて、絶えなる調べ、雨より響く、ね、はい、終わり。クルピの、クルピの間違えた。もみの木、もみの木、おいよしげれる。もみの木、もみの木、おいよしげれる。木陰をさまよい、あれしておいで。もみの木、おいよしげれる。クリスマスの歌は終わりです。何が怖いかというと、頭に残って絶対口ずさんでしまうんです。絶対それは怖いと思うんですよね。
やりたいと思います。引っかかった引っかかったいやね、じゃこれ軸ってからね、分かった。音か、色変わるんですよこれ。見て、色変わるの。ハイテク。色変わるの。始めますね。はい、静かにお眠りよ。地獄の門が開くまで。静かにお眠りよ。静かにお眠りよ。地獄の門が開くまで。静かにお眠りよ。地獄の門が開くまで。静かにお眠りよ。地獄の門が開くまで。そして始まる次の曲は、ですね、激しくなったね。チミの音量お前の頭の上にチミの音量、お前の足元にチミの音量、チミの音量、チンチン好き、チンチン好き好き、チンチン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 好き、早かった？ちょっとブラスト級で、ブラストだった。チンチン好き、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 チンチン好き。みんな好きでしょ。嫌いじゃないよね、好きでしょ。はい、次はチンチン好き好きの次は幸せの押し売りさんです。幸せの押し売りさんがやってくる。山越え谷越え川越えてあなたの元へやってくる。幸せさんもやってくる。山越え谷越え川越えてあなたのもとへやってくる。ルピノさんもやってくる。山越え谷越え川越えてあなたのもとへやってくる。そんな幸せのおしぶりさんや変態さんやクルピノは欲しいかな、どうかな。何も考えてないですよ、やっぱり。どれが手かな。浸透してんだけど。なんか笑ってほしいな、僕。今日は天皇誕生日だよ。え？あ、生前怠惰、間違えちゃった。生前怠惰って。そう、お誕生日だから。ラーゲー、怠惰。ねえ、わかんないこと言っちゃった。ラーゲ。誕生日の歌とか歌ってあげればいい。誰によ？ちょっとわからないけど。誕生日？メリちゃん誕生日だよ。じゃあ誕生日の歌を歌ってあげればいい。いいよ、誕生日の歌なんか。
じゃあ次は何すんの。そうだね、くるくる教の歌。もありますけど、じゃあ次はね、何にするかな。何笑ってんの。姉ちゃんの失敗が嬉しいんじゃない。やっぱりそうだ。そうだよ。絶対そうよ。え、ティブどこやっちゃった。そっちにいると思うよ。ティブそっちにいるよ。ティブ、ティブ歌って。ティブ、ほら。あ、わかった。素直の子、いい子ちゃんだからね。いい子ちゃんってどうなの。いい子ちゃんは嫌われる。なんか言った。言ってない。ピノ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 ピーピノ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 ピーピノピノだピノピノだピノが通り過ぎよは暗い叫び。叫びの歌でした。暗い叫びダークスリッツの歌でした。次はそうですね、次はですね、もうちょっとしたら終わりにしようか。よいしょ、ちょっとお休みさせてもらっていいですか。フルフィヌールオンタイム何分ですか。あでも早めに始めたから大丈夫。クリュッピーのは30分やるんだよね。そうだね、30分やったら姉ちゃん死んじゃうから。全然余裕だ。いっぱいやってください。はい、じゃあ次はカミちゃんが曲を考えようね。何がな、あれがいい。あれじゃわかんねえよ。アルプス一万尺みたいなやつ。ひどいな、ひどいな。ひどいよそれは。アルパカ一万ちゃん小槍の上で、あれ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。しわかんないだろうな。アルパカ一万ちゃん小槍の上で歌詞ソング歌いましょう。
は幸せの押し売りさんは終わったので、とっても奥の深い歌をちょっと歌います。でもちょっとね、差別用語も出ちゃうんだよ。ここだけの話にしといてね。何クルス何、え、わかんないから大丈夫じゃん。あ、そうなんだっけ。ん、忘れた。何笑ってんの。なんだっけ、え、忘れちゃった、ごめん。あ、もうしょうがないな。次はおとぎ話の歌を歌いたいと思います。おとぎ話はハッピーエンド、おとぎ話ハッピーエンド、王子様が忍び込むと、よいしょ、あ、お姫様がここにいる。あ、お姫様、忍び込むと、そうか、おとぎ話はハッピーエンド、僕はアンハッピー、おとぎ話はハッピーエンド、王子様がキスを迫ると、やったやった、もっと、僕がキスを迫ると、あっちってよ、キモい。おとぎ話はハッピーエンド、僕はアンハッピー。え、大丈夫ですかね、騒ぎすぎて、あの線が外れてしまいましたかね、大丈夫ですかね。次どうすんの。はい、頑張って考えて。あ、ごめん、今何も考えてなかった。頑張って、あ、次はクルピの子守歌ですね。ねんねんころりおころりゆう、坊やはよい子で眠ってる。ねんねんころりおころりゆう、夜ガラスかか泣いている。ねんねんころりおころりゆう、坊やは息をしていない。ねんねんころりおころりゆう、曇りは静かに消えてゆく。へい、次はあと2、3曲で終わりたいと思います。おはようございます。次は誰でも心の中にある歌です。うつ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 みんなうつ、うつ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 みんなうつ、すっかり両方開ける、うつれとプリーがくれる、うつ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 みんなうつ、うつうつうつみんなうつ。で、続けてこの頃お気に入りの歌ですけど、ちょっと前からお気に入りですけど、酔っ払いの歌を歌いたいと思います。で、その前にちょっと、皆さん高尾山って知ってますか。あの中央線の先の終点は高尾山で、1時間ぐらい高円寺からかかりますかね。平日なんですけど、私はやってしまいまして、起きたら高尾山なんですよ。そして周りには途方に暮れたリーマンがたくさんいまして、で、タクシーの人にカード払えますか、カードいいですかって言って帰りました。で、
金額は11110。なんでしょうかね、この符号は。まあそれは関係ないんですけど、おにこるし、頭痛い、どうしよう、飲みすぎちゃった、どうしようかな、なんかチカチカしてるよ、ライトが、ライトがチカチカしてるよ、大変だよ、チカチカしてるよ、チカチカしてるよ、やばいな、頭の中もチカチカだよ、どうしようかな。すいません、今日風邪ひいちゃったんでお休みします。すいません、はあ、やっちゃった、またまたやっちゃった、やっちゃったよ、飲みすぎちゃって困るの、飲みすぎちゃって困るの、飲みすぎちゃって困るの。明日は休みの人は今日飲みすぎちゃいましょうね、一緒に飲みすぎましょうね。はい、終わりで、次は次で終わりにします、はい、6秒で終わります。ポン。